マタイス・デリフトは、オランダ、南ホラント州、ライデルドルプ出身のサッカー選手。オランダ代表、セリエ A ユベントス FC 所属。ポジションはディフェンダー。オランダ語での発音は、デリヒクツ、デリヒツが近い。アヤックスアヤックスアカデミー出身であり、ヨングアヤックスで主力としてプレーした後、2016年11月27日の平連平ン戦で、 トップチームデビューを果たした。2017年夏にアヤックスとの契約を2021年まで延長した。2017から18シーズンは開幕からスタメンフル出場以降主力選手として定着した。2018から19シーズンにはクラブ史上最年少の19歳でキャプテンに就任。国内ではリーグとカップ戦の2冠を達成した。チャンピオンズリーグでは 決勝トーナメントの準々決勝ユベントス戦で、アウェーで勝ち越しゴールを決めて22年ぶりの準決勝、進出に貢献した。ユベントス2019年7月18日、ユベントス FC に移籍した。契約期間は2024年までの5年間、移籍金は7500万ユーロ。なお、移籍金の7500万ユーロはユベントスが DF に費やした。 遺跡金で2018年夏に記録したジョアン・カンセロや2001年夏に記録したリリアン・チュラムの遺跡金を超える最高額である。背番号はアヤックス時代と同じ4番。セリエ A 第11節の鳥のダービーで遺跡後初ゴールとなる決勝点を決めた。2017年3月25日のワールドカップ予選のブルガリア代表との対戦で代表に初招集され、 代表デビューを飾った。2019年3月24日、ユーロ2 0 2 4戦のドイツ戦で代表初ゴールを記録した。2021年、ユーロ2020ラウンドオブ16のチェコ戦では、ハンドの反則による、レッドカードにより退場となり、オランダ代表は0-2で敗れた。ありがとうございます。